キンガム造船所で、保守として建造中のカルダー。右は、ホス・ベスレヘム造船は、アメリカ合衆国の造船会社。ベスレヘムスチールの造船部門。1905年にウィルミントンとサンフランシスコの両造船所が買収され、1917年に上記の社名で、ベスレヘムスチールに合併した。ベスシップとして知られていた。 ベスレヘムスチールは鉄鋼生産からその業種を拡大し、1905年にユニオン鉄鋼所を買収した。1913年のフォアリバー造船所買収後、本社はマサチューセッツ州クインシーに所在し、1964年にメリーランド州スパローズポイントに移転した。1940年代において同社は、 アメリカ合衆国の三大造船業者の中でも一番の建造能力を有した。2位はニューポートニューズ造船所であり、3位はニューヨーク造船所であった。ベスレヘム造船は1940年代初めにホアリバー造船所、スパローズ、ポイント造船所、サンフランシスコ造船所、スタテンアイランド造船所と4つの造船所を保有した。同社は第二次世界大戦時には、 アメリカ海事委員会の緊急造船プログラムによって拡大された。フォアリバー造船所は1980年代中頃に、ジェネラルダイナミクスに売却され、その後間もなく閉鎖された。アラメダ造船所は自身の手で1970年代初めに閉鎖され、サンフランシスコ造船所は1990年代、日頃にブリティッシュエアロスペースに売却、現在もベイシステムズ。 サンフランシスコ船舶補修所として残存する。ベスレヘムスチールは本業である。鉄鋼生産を維持するため、1997年に造船業から撤退した。ありがとうございます。